ほらほら飲んで飲んで飲んで。ああすいません。すごいね。ありがとうございます。これこんななかったよ今までこんなに早かったことは。ああわあ見て後ろこれ。誰も来てないね。ありがとうございます。いやすごい早かったね、はい、こんなに早い人はこの歴代の中でも見たことないね。ただラスト 30m 力を抜いたね、はい、最後の最後もうかなり余裕が出てきてぐーっと最後ふわーっと力をね抜いてしまったね。すみません。こういうのはやっぱり最後まで全力でこうゴールまでこうグーッと走り切らないとね。すいません。あなたもういらない。あなたもう大丈夫です。え、あなたみたいに最後まで全力を走り切らないで力を抜く抜き野郎はもう今年の夏の構想から外します。え、そんな人が一体どうやって感動を与えられるのかな。人々に感動を与えるというのが野球人なわけで、それができないやつはどうやったらいいのかな。どういうふうに教えていったらいいのかな。もうわからないな。そういう人に野球の指導はもうできないかな。うん、いいじゃないですかね。そんだけこう力をこうグーッと抜きたいのなら、そのヨガでも始めたらね。ね、こうヨガっていうのはこう力を抜く抜くという、それが一番大事とされているからね。君には向いてるんじゃないかな、そういうヨガがね。でヨガをこうずっとやり続けてね、片岡鶴太郎さんみたいな感じがお似合いなんじゃないですか。あなたはこうお腹をこうグーッとへこましたりね、こう膨らましたりして、こうどんどん力を抜いていくね、鶴太郎さんみたいになってほしいな。君は野球をやめてね、ヨガ部に入ってね、ヨガいかがですかなんて言って新入生をね集めて、そして新入生が誰も集まらないでね、どこかの部活と共同の部室を使って端っこだけちょっと少し使わせてくださいなんて言って、そこでこんなんやってヨガを一人でね、柔らかいマットでも引いてこうやってふーなんつって言って、鶴太郎さん鶴太郎さんなんて言われたらいいんじゃないですかね。もうやめてくださいね野球部は。それじゃあさよなら抜き太郎さん。片岡力抜き鶴太郎さん。